します。私もまたここでね、神楽で、歌わせていただきます。オンリーハートと言います。よろしくお願いします。1曲目聴いていただいたのは、小倉圭さんね、銀行員、元銀行員の方でね、本当に歌を作りながら、そして大きなホールでね、コンサートをしながらというね、やってらっしゃいましたけども、もう今は定年退職されたんですかね。何退職されたのか分かりませんけども、歌のね方で一生懸命やってらっしゃいます。さっきね、佐藤さんも言ってましたけども、よく降りますね毎年去年は、オンリーハートというバンド4人でこちらに出たんですが、今年は、2人ですので、その2人、残りの2人は、ね、きっと雨男じゃないんですよね。この2人のどちらかということになるんですけど、ね、どっちなんでしょうかね何回目でしょうかね、今年我々こちらで3回目か4回目3回目、4回目ぐらいですかね。こちらへ向いてね歌わせてもらったり、
最初の頃は向こうに向いて歌ったんです。まあ雨模様なのでね、こちらの方がいいかなということで、去年あたりからこんな感じで歌わせてもらってます。ちょっと秋らしい曲を一曲歌ってきてください。1976年の曲ですから、そのぐらい前の感じの、メンバー紹介をしたいと思います。
ギターの松田表層、先週でしたっけ、先週ですよね、あのそこで、三原市内のね、春のカフェというところでこの2人で、ライブをやったんですよ。で、12、3曲歌わせていただいたんですね。で途中にこう少し休憩を入れて、まあ、30分やってあと30分やってっていう格好でねやるんですけども、まあ、30分の時間っていうと、ちょっとしたお話を入れながらやると、曲数で言えば4曲、短い曲で5曲ぐらい歌ったりするんですけどね、一部の時間があれ50分ぐらい、ちょっと喋りすぎましてね今日も時間のね、あれがありますので、手短にというのはこんなライブで使う言葉ではないですねまあ寒いですしね、僕も体を動かした方が温まりますね あ、そうでした。いつもの、ね、場所の時に忘れるんですが、僕は尾道に生まれて、尾道に住んでます。昭和34年の2月22日魚座の A 型です。はい、子供は2人おりますね。確認できるところ2人、あとはちょっと分かりませんけども、そのぐらいの大体2人ぐらいいますね。はい、で2人でオンリーハートというバンドです。よろしくお願いします。
久江さん、ね、あの俳優の方が、あの方はもう亡くなられたんでしたっけね、生きてらっしゃいますか、亡くなられましたよね、はい。で、まあ、彼も歌ってられたんですけども、加藤登紀子さんという方がね、あの歌ってあのヒットしました。知床半島、あの世界遺産に、ね、登録されたところですけども、どのあたりかご存知ですか。北海道なんですよね、まあ、北海道はよくご存知と思うんですけど、ね、北海道の道東と言いますと、あの地図で言うと、皆さんから見てこっちの右のこの花、この花のあの辺りですね、で、その知床半島というのがあって、それのこの根室海峡があって、国後島がこう本当に肉眼で見えたりするんですね、天気のいい日には。ですから、まさにこの知床の浜から国後島を眺めながら、森重さんが書かれた曲じゃないのかなというふうに思われます。あの去年よりは明らかに寒いですね。皆さん大丈夫ですか。なんか風も流行ってるみたいですから。あのこうやって、まあ、我々ギターをね、ギターという楽器をこう弾いて歌ってますけども、寒さというのはとてもあの指先には良くない、ちょっと震えたりしているので、あの、ね、ミスタッチがあったりするかも分かりませんけども、それで、もう少しモニターを上げていただければ、全体的に。その北海道とか東北、雪深いところからですね、まあ、僕もあのさっき2人ぐらい子供がいると言いましたけども、まだあのこの2人はうちにいるんですね、まあ、中にはあの、ね、お孫さんがいらっしゃる方も中にはいらっしゃるかも分かります。で、まあ、就職とか、新外あの学校でね、遠くに行かれたら、お孫さん、を思った、僕もまあ人の親になって初めてこんな曲いいなと思ったりするんですけども、これも少し古い曲ですが、さだまさしさんがね歌ってた「かかし」という曲を聴いてください。食えんかったごめん。年を紹介しましょうか。いらない去年、そうですね、なんか赤いもの着なきゃいけないって言ってね、なんかの間違いです。このぐらいで見えるよ。ワン、ツー、スリー、フォー。元気でいるか、街には慣れたか、友達できたか、寂しかないか、お金はあるか、今度いつ帰る、城跡から見下ろせば青く細い川、
橋のたもとに造り酒屋のレンガ煙突、この街を綿菓子に染めるみたい雪が消えれば、お前がここを出てから初めての春。手紙が無理なら電話でもいい、枯れたノームの一言でもいい、お前の笑顔を待ちわびる、おふくろに聞かせてやってくれ、元気でいるか、街には慣れたか、友達できたか、寂しいかないか、お金はあるか、山のふもと煙吐いて列車が走る、木枯らしが雑木林も転げ落ちてくる、金色の毛布つけた田んぼにぽつり置き去られて、雪をかぶった悲しが一人、都会の雪景色の中で、ちょうどあの昔のように寂しい思いしてはいないか、私はその文字でね手紙のやり取りってありました。で僕もあの若い頃は女性と文通をねしてたことがあったんですよ。で、あのやはりえーって皆さんもあるんじゃないですか。あのやっぱりその人の書く文字っていうのはね、それぞれ味が
あったりして、あのやっぱりこう可愛い女の子から来る文字ってね、とてもなんか見ただけでワクワクしてたような、そんななんか思いがありますけども、ノアのね、みんなこうあの文字ですよ、あのね、メールで来るあの文字、まあ、返事も早いっちゃ早いですよね。送ったらもうすぐ返事来ますから。昔はあのね、ポストに投函してね、こんなことやってたら3、4日早くても3、4日1週間ぐらいかかってましたもんね。だからあの毎日学校から帰ってきて家のポストをね、覗くのが楽しみでしたけど、そんなこんなで、文通が縁で結婚された方っていうのも僕は聞いたことないですが、大概あんなものは、3、4回こうやり取りをするのに、あの僕なんか全部言ってました、あの写真をねできたら見たいなみたいなことを言うと送ってきたりすることもあったんですよ。でも返事をもう書かなかったりしましたね。まあ、なんでかっていうのでご存知だと思います。僕が送って返事が返ってこないのもあるんですよ。なんかそういうことかなと思ってね。まあ、曲、秋らしい曲を聴いてください。秋の日の何気ない日だまりに揺れている、この頃涙もろくなった母が庭先で一つ咳をする、縁側でアルバムを開いては私の幼い日の思い出を何度も同じ話繰り返す、独り言みたいに小さな声でこんな優しさが染みてく、明日とつぐ私に苦労はしても笑い話に時が変えるよ、心配いらないと笑った。いつの日も一人ではなかったと、今更ながらわがままな私に唇噛んでいます。明日への荷造りに手を借りて、いたけれど突然涙こぼし元気でと、何度も何度も繰り返す母。ありがとう。
さい。最初に演奏されたあのオカリナの、ね、方たちも、ここに来る道中に、ね、コスモスとかそんなものが見えたということだったあのお話しされたと思うんですが、コスモスっていう花は、この間聞いたんですけど、とてもあの強い花だということらしいですね。あのひょーっとこう長くあの伸びますけども、こう人に踏まれてもいつの間にピッとこうまた元に戻ってるという、ね、なんかそんな花らしいですね。そんなことでなんかこんなあの曲のタイトルになったりすることもあるのかなと思ったりするんですが、まだ雨降ってますかね。少しやりましたかね。いいですね。これもひとえに僕の日頃の行いですなんて言うと大雨降るか分かりませんが、これから何曲かね、これからも最後までですね、ひょっとしたら皆さん子供の頃学生時代に音楽の授業で、よく歌ってたなっていう曲が続きます。ぜひね一緒に歌っていきたいいただければと思います。遠い世界にという曲、遠い世界に旅に出ようか、あーやめときましょうか生まれてない1969年には生まれてたよっていう人、何年とは聞きませんが1959年なので10歳。だけど僕たち
して離れ歩こう長い道だが一つの道を力の限り明日の言い訳をするわけではないんですけど、最近なんか視力本当に落ちましたね。スマートフォンがあるでしょ、こんなことするやつ、あれをこの辺でずっとこう見るじゃないですか。そしたらもうここからねピントがもう合わなくなるんです。ずっとこの辺見てるともうね、お客さん一番前に座ってらっしゃるお客さんの顔が美人に見えますね美人なんでしょうけどね、おそらく美人だと思うんですがね、見えませんから確定はできないんですけども、なのでこの辺もねなんかこう見えないですね。おじいちゃん頑張れ。おじいもう手に来ましたね。目のあったら手に。では最後ね、曲にしたいと思います。もし、ね、機会がありましたらどこかでお会いできることもあると思いますし、こちらでまたね皆さんと一緒に歌えたらと思います。最初に演奏されたのがちょっと名前は存じ上げなかったんですが、オカリナのお二人でされてました。こちらにいらっしゃいますよね。拍手を。そして太鼓和太鼓のね、グループでしたけども、彼らはそれ拍手をなんか1年目か我々がこちらにねご一緒させていただくようになって1年目か2年目に近くの学校がもうなくなるという、でそこで子供たちがやってたんですけども、その太鼓もなくなるっていうのがやっぱり地域の方が、惜しいということで、ああいうグループを作ってね、継承していってらっしゃるんだと思います。和太鼓っていうか太鼓が大好きでね、聞いてると本当にこうなんていうんですかね、なんていうんですかこうねなりますよね。はい。そして、3番目がなんかギターの南風ドリア君は、次のお仕事があるということで先ほど帰りましたけども、三原から佐藤さん、今年は何年も去年も歌ったんでしたっけ、ここで今年歌ったよね、365本のマーチを一緒に。今日はなんかちょっと、お花の具合が悪いみたいな僕初めて見ました、ライブの途中に花かみに行くのってね、面白いですね。
そして、我々オンリーハートでした。どうもありがとうございました。聞いたらこんなに感動するんだろうって素晴らしかったですよね。会場の皆さん、感謝の気持ちを込めて一段と大きな拍手。いや、ありがとう。感動しましたね。アンコールだったよね。でも、ね、本当にさっきって言ったんだけど、さっきダメ。嬉しい。ありがとうございます、アンコールをいただきました、どうしましょうか。さっきみたいに若者たち、最後に聴いてねいただいた曲、若者たちという曲、あんな感じ、みんなで歌えるような感じの曲がいいですか。心にシーベロバカなし。では最後はですね、ちょっとテンポのある曲でね、みんな手拍子をしていただければ少し体も温まるかなと思います。ちゃんと歌えるか
少しねリハーサルなんかをさせていただこうかなと思ってたんですが、もうそんなお時間もなくて、お弁当を食べてのんびりしてたり、いつの間にか出番になったと。広島県にね、ゆかりのある、シンガーソングライター、まあ、この方ももう随分前にお亡くなりになったんですがね、村下幸三さんという方の ちょっとテーマはおそらく春なのかなと思うんですが、初恋という曲なんですよね。Oh,